僕は常にサングラスをかけているが、それも日常をポジティブに捉えるツールの一つだ。例えば曇り空の天気、みんなが今日は曇ってて残念だねって嘆いたとする。でも僕にとってサングラスを外せば明るい空だ。ああ、明るくて綺麗な空だなと感じることができる。あえて自分にリミットを作っておけば、それを外すだけで物事をよりよく捉えることが常にできる。そういう日常を積み重ねていけば、絶望なるという言葉が頭に浮かぶことはなくなる。もしも病気や事故で腕を一本失ってしまったとする。その事実を、腕を失ってしまった、不便すぎる、これからの人生どうしようと悩んでも、腕は戻ってこない。なめくせじゃあるまいし、気合で腕を生やすこともできない。僕はこう考える。もう一本腕が残ってよかったな。さあ、残された腕をフル活用していきますか。ネガティブなど、己の気持ち一つで、すべてポジティブにできる。最初はうまくいかないかもしれない。大丈夫。まずは大声で笑え。どんな時も、この言葉を忘れず実行しろ。そんな時は笑ってろ。大丈夫。失敗を恐れるな。お前はもう、どんなことでもポジティブにできる。